もう3分待ってくれたら素直に感謝できたんだがな。ハワイでの任務だからわざわざあなたをアサインしたんです。それだけで十分感謝してもらいたいものですね。そちらの用事は済みましたか？ああ結構。あとは任務に集中できますね。状況は？まだ下準備って段階だ。町の情報通何人かに接触して渡りはつけた。そいつらからの情報待ちだ。いい手際です。あなたに頼んだのは正解だったようだ。今のところは。あんたは相変わらず一言余計だ。例の人物の捜索くれぐれもよろしくお願いしますよ。では。どうも鈴木さん、また暑苦しい格好してるね。余計な話はいい。例の人物について何か情報？あんたはタイミングがいいよ。取れたてのネタが入ったとかだ。ほんとついさっきだ。警察署で取り調べ中だった日本人が脱走したっていうの。日本人？確かなのか。さあな、日本語ペラペラの中国人かもしれねえ。いい加減な情報だな。しょうがねえさ。何しろそいつ丸裸で逮捕されたでしょ。なんだそれ。知るかよ。けど丸裸でパスポートなんて持ってるわけもねえ。だからそいつが何人で何者なのかさっぱりわからねえんだとさ。そいつの特徴他に何かないのか？あっと追加のご注文で。ちへへへ、今日はうまい飯が食えそうだ。その脱走犯の背中にはそれはそれはご立派なタトゥーが入ってたんだと。タトゥー？なんでもよ、ドラゴンなのに尻尾が魚みたいになってるってへんてこなデザインだったってさ。あったビンゴみてえだな。ご祝儀も受け付けるぜ。調子に乗るね。そいつの行方は？怖。アートウォールズあたりで目撃情報があったって話だよ。アートウォールズだな。わかった。またのお越しを。おい。You met with the wrong guy. かかってきやがる。
Come at me. Come on, let's go. フリーズ。ホールだ。たく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。桐生さんですか。なんてお礼を言っていいのか。桐生さん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だよ。それにしても桐生さん、なんでハワイに。大道寺一派の仕事でな、人探しをしてる。え、それってもしかして。あいにくだがお前じゃない。あ、そうですか。でもなら、なんで俺を。その人探しの最中にお前によく似た日本人の情報が入ったな。まさかとは思ったが、駆けつけてみたらご覧の通りというわけだ。そういうことか。それでお前はなんでハワイに。それがどこから話しゃいいんだか。桐生さん、茜さんって覚えてますか。荒川のおやっさんの恋人で、つまり俺の母親かもしれない人。ああ、そんな名前だったっけな。確か荒川との間にお前を産んですぐに殺されちまったと。まあ、おやっさんが俺の実の親とは決まっちゃいないんですが、その茜さんです。単刀直入に言うと、茜さんが実は生きていて今ハワイにいるらしいんです。なんだって。茜さん、お体が優れないとのことで、元気なうちに息子を、まあ一旦俺ってことになりますけど、一目会いたいと。そうだったのか。それでこっち着いてすぐ茜さんの家に行ったんですよ。行ったんですけど、ただでさえ道中いろいろあったってのに、家に茜さんはいなくてですね、
家政婦のジョーちゃんがいたんですよ。それでどうも俺はそのジョーちゃんにはめられたらしいんです。はめられた？そうなんです。だから俺は殺にとっつかまっちまったんですよ。すまんが、さっぱり話が飲み込めねえ。でしょうね。泣き面に蜂で、サツもとびっきりのクソ野郎で、俺の言うことに全然耳を貸しゃしねえ。だからそれで脱走か。はあ、お前は本当にトラブルメーカーってやつだな。すんません。ま、詳しい話はまた今度聞かせてくれ。それでお前はこれからどうするんだ？そうっすね、とにもかくにも、もういっぺん茜さんの家に行かねえと。茜さんが戻ってるかもしれないし、あのジョーちゃんに話を聞かねえと。そうか、場所はわかるんだよな。え？ええ、いっぺん行ってますから、だいたい道順は。え？もしかして送ってもらえるんですか？一応お前は今脱走犯なんだぞ。一人で街をぶらついてたらまたとっ捕まる。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。あの、アロハ。キリュウさん、
おう。化け物に見えた方が気合が入るってもんよ。ん？何を言ってる？ああ、いえ、こっちの話です。さあ、ちゃっちゃと勝たしちまいましょう。東京だけは勝ってやるよ。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるだな。キリュウさん、よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。どの曲にするかな。
それでは聞いてください。地獄で鍋パーティー、さあ直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ、クソリズ送るだけの、お前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔の海みの大出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉、うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底、地獄鍋パーティーだ。よし、歌おうか。ブレコだ、楽しく行こうぜ。絶叫だい。その息だ、聞いてくれ、ジャッジメン。我ながら素晴らしいぜ。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、
いや、地獄に仏とはこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底をほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ、春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝ちまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。準備はできてるぞ。
cry to your mama. さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。俺の番か。後悔するなよ。俺の番か。ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。桐生さん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。春日。何ですか？ここがお前のおふくろさん、茜さんの住まいなのか？え？ええ。まだ本人には会えてないですけど。茜さんというのはこの写真の人か。年は取ってるけど茜さんだ。桐生さん、何ですかこの写真。なんで桐生さんが茜さんの写真を。さっき話したよな。俺は今大道実派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道実派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。はっ。
これは病。なんであいつが。面倒なやつが来たな。知ってるんですか。ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。な、ああもったいねえ。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。来やがった。けど、おあいにく様、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。部が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？キリュウさん？裏だ。行けたぞ、カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ、大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまず当たらないだろう。合図を出したら乗り込む。すんません、桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。え、春日。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。はあ？それがどうしたってんだよ。つっかえしてやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。え、今なんて。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。今のあんたの気持ちよくわかるんだ。
そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。二。富澤。うん。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。くそ、くそ、やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ。それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へし折っとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。調子のポンチャーが後悔するなよ。行くぜ、叩き潰す。こっちが行くぜ。
番か。しゃあ、うん、っカバンはしまいだ。次は、よし、やるぜ。やる、楽しませろ。さっさと来い。ビビってんのか。俺の番だな。いつでもいいぜ。もう終わりか。行くぜ。ほら、ゲームだ。ぶっ潰してやる。やめろよ。俺の番だ。どうした？よし、もらった。いや、水にまでしっかりと。ほら、行くぜ。やんのかい。終わらせる。ほら来いよ。おう、俺たちの傷だ。見せてやるよ。しまいだ。ぶっ飛べ。行くぜ行くぜ。相手してやる。ほらよ。ありがとよ。手加減はなしだ。あげばってんじゃねえ。寝てるわ。なめてんじゃねえぞ、なめてんじゃねえぞ。腰抜き野郎が。決まりだ。一生上がりだ。おい、今だ、漏れ。はい。間違いねえ、本物だ。桐生だ。桐生一馬が生きてやがった。姿を消してしまった茜さん、そして
ハワイの地下にはびこる闇組織。ハワイは地上の楽園って聞いてたが、どうやら雲行きが怪しくなってきたみてえだ。やっぱハワイの日の出は一味違うな。任せろ。ええ、
富澤。ああ、キリュウさん。いつでもやれるぞ。ハロー。コーヒーのいい香り。ちいちゃんはコーヒー好きなのか。うん、でも飲むのも好きだけど見るのも好きなんだ。見る？喫茶店とかで入れたコーヒーがフラスコに落ちるでしょ。あれをぼーって見るの好きなの。お店で入れ方は違うけどね。コーヒーを入れるのを見るか。そういう楽しみ方もあるんだな。俺も今度コーヒー頼んだらマスターの手元を見てみるか。漁師してマスターに変な圧かけないようにね。よっしゃ！アロハ！Thank you. なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい。ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かにビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか。まあそんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事で来てんだい。春日一番だ。よろしくね。俺はジョージ黒木。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ見てみろ、自信作ばかりだ。どれどれ。ああ、どうだい、最高の写真ばかりだろ。どうだいじゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の写真じゃねえか。そりゃそうさ、俺は怪しい連中不審者専門のカメラマンだからさ。不
新車専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所ってそもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？ああさっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使ってあいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って？ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが行くようになってる。それを元に不審者の場所を特定して現行犯でとっ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めればそれを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。まつまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな。だから不審者ばっかり撮ってたってわけか。ああトロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者探索にももってこいなのさ。まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて撮られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ、一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。なら寄ってみるか。え？俺が？カメラとかあんまり使ったことねえけどできるかな。気にすることねえさ。何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。被り物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術は必要ねえ。ただ被写体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮ることを目指した方がいい。そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙ってみろ。わかった、じゃあ試しに一度やってみるよ。ああしっかり不審者撮れよ春日ちゃん。取りまくるぜ。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。
感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。絵が撮れたな。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい写真が撮れたぜ。疲れ、カスガちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。そうかい。だがなかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。だが奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば結構サクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああそうそう、これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ、今回は特別だ。あとそうだ、これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら微力ながら協力させてもらうよ。ありがとうよ。わかんねえことがあったり何かあったらいつでも声かけてくれや。わかった。じゃあよろしくな、春日ちゃん。おう。うひょー、あそこ不審者がいっぱいいる。ふぅー、たまんねえな。ママ、あの人は？不審者よ、目を合わせちゃダメ。はっ！
何来ない？はぁ、あ、俺の番だな。俺の番か。ほら来いよ。私の出番ね。セリア。よし、いつでもだ。相手してやる。やれるぜ。いつかまったり海岸でカフェとかやるのもいいな。コーヒー入れて馴染みの客とだべったりしてさ。へえ、なかなか優雅でいいじゃねえか。一番は割と愛想がいいから、ホールと調達が適任だな。って俺もカフェの頭数に入ってんのか。おう、人脈広げて常連作りつつ、いろいろお得に仕入れてくれよ。たくちゃっかりしてんな。ま、任せとけ。仲良し。さすがハワイの海、いつ見ても綺麗だな。せっかくハワイに来たんだし、人泳ぎしてみようかな。人泳ぎするか。ビビってんのか？やるのか？やんのかい？
決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる？喜んで。俺の番だな。いつでもどうぞ。ぶちかます。そんなところで何やってんだ？あっ！よかった。手紙、無事だった。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんだ。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、気にしないでください。それでは。それではって、おいおい、そんな泥だらけで大丈夫か？泥だらけ？全然大丈夫じゃない！悪かったな。いえ。わかった。ありがとうございます。わかった。
さよなら。なあ、なあ、はい。すみませんでした。はい。はあ。なあ、ああ、ありがとうよ。なあ、ありがとうよ。なあ。うん？ありがとうよ。なあ。ありがとうよ。おう。ん？ああ。おう。あ、春日さん。おう、間に合ったようだな。連れてきてやったぞ。ありがとうございます。田辺くん、その
私。田辺君のことがずっと前から好きでした。付き合ってもらえませんか？浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え？でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいの？でも私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。あ、うん。本当に何書いてるのかわかんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙大事にするね。浜辺さん。あれ、そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの？直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。泥だらけのまま田辺君に告白なんてできないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。そうかもね。春日さん、ありがとうございました。これ今日のお礼です。せっかくの縁なんだ。仲良くやれよ、お二人さん。はい。しかしアロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことでまたここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。春日さんも気になる人がいたらどうですか？ここで手紙を渡しては効果てきめんですよ。そうだな、考えてみるよ。よく考えたらうまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。調子出てきたな。
俺もやれるぜ。私の出番ね。もし俺もや二人がかりだ。相手してあげる。俺の番だな。ヤシの木からあんな奴が降ってくるとは。世界は広いな。こういうビーチチェアみたいなの家に欲しいな。このくらいならハンプと木がありゃ自分でも作れそうだな。え、トミー DIY とかすんのか。ああ、大体の日用品は作れるぜ。テーブルとか棚とかな。へえ、結構器用なんだな。じゃあ木彫りの熊とかも作れたり。なんで木彫りの熊？それ観光地の土産で日用品じゃねえだろう。でもまあ今度作ってみるか。作ってくれるのか。完成したらありがたく飾らせてもらおう。よっしゃ。私の出番ね。狙うか。やっ、俺の番だ。バリバリヘルプです。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー待ってました。ちょっと待って。何来ないの。てめえ、行くぜ。
オッケー、ボッとしてっと怪我するぜ。ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。右へ曲がります。左へ曲がります。ご利用ありがとうございました。やっちまうか。何来ない、よっと。
まだくたばれねえ。いつでもどう？いつでもいいぜ。てか、寝てろ！ほら、完全俺の番だな。ほらよ。すまない。さっさと来い。よし、やるぜ。いくぜ、みんな。俺たちの絆、見せてやるよ。行くぜ行くぜ。何？さっさと来い。ほらよ。ありがとよ。手加減はなしだ。終わらせる。ぶちかます。相手してあげる。おい、ありゃ。Here I come。任せといて。出てきたぞ。寝てろ。任せといて。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとう。いつでもどう。全力で行くよ。どうした？
ありがとうよ。よし。たんじゃねえか。よし、上昇上昇。まだ強くなれる。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨頂。また強くなっちまった。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。よし。張り切っていこう。こんなところでダーツできんのか。さすがハワイ、シャレてるね。俺はいつでも対戦相手になるぜ。いいね、今度一緒にプレイしようぜ。アロハ。Thank you. お、ダーツあるじゃん。俺結構好きなんだよな。この前も超活かしたマイダーツ買ったぜ。そんなに好きだったのか。そしたら今度やろうぜ。その活かしたダーツの矢を見せてくれよ。うん、でも傷つくの嫌だし、矢はレンタルでいいかな。せっかく買ったなら使えよ。仲良し。よう。よろしく頼みます。よろしくね。ゲームオン。ナイト。よし。来た。何？ナイストン。137。
決めるぜ。やべえな。よし、ナイスハット。よし、164来た。少しは手加減しろよな。101よし。You require 44。よし。くぅ、負けたか。くそ。準備はできてるぜ。調子出てきたな。なんだ一番、寝不足か。ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか。そういうのは。いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと。てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの。ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。
それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね。よっしゃご苦労さん。へい。アロハ。よっしゃ、歌うぜ。盛り上がっていこう。ホノルルシティライツ。ダッ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 ダこのバカンスが琥珀なのかじゃなく365琥珀だったなら長い長い切り札の攻めた水着も期待外れだったのに水着一番なかなか歌えたんじゃない？どうしたの？よう。気分が乗ってきたぜ。よそ見するなよ。ハワイはホテルも車もでかいな。どこ見てもビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズくらいに来たりして。確かにな。
こっちのサイズになれたら日本で戸惑いそうだ。あれ、なんか小さくねってなりそう。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう。仲良し。ハワイは通り雨多いと聞いてたが、こんな急に天気って変わるんだな。この辺の家ってやっぱ家賃とか高いのかね。どうなんだろう。ネットで調べてみようか。私結構好きなんだよね、物件とか見て引っ越し想像するの。ああ、ちょっとわかる。なんかテンション上がるよな。ちょっといい家とかで優雅な生活を妄想したり。ね、この辺は1ヶ月で約2500ドルくらいだって。ってことは月30万超え。そっか、そうなのか。露骨に一番のテンション下がってしまった。よっしゃ。流しのタクシーはそんなに多くないのかね。まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。仲良し。Aloha! いただきます。いただきます。ごちそうさま。 Thank you。 乗るか。遅かったじゃないか。ささ、こっちこっち。は？確か未経験だよね。でも大丈夫。面接で見た時から相性の良さにグッときたんだ。実物はもっとナイスガイだね。それじゃあパラキーコ君よろしくね。おい、よくわかんねえけど、人違いじゃねえか？俺は日本人だぞ。え？君はこの前オンライン面接したパラキーコカズ君だろ？悪いが人違いだよ。俺は春日だ。なぜどうして来ないんだ。
集合時間を1時間20分も過ぎてるのに。それはバックレられたってことなんじゃねえのか。ノー、パラキーコ君はそんな子じゃない。私の男を見る目は確かなんだ。オンライン面接で見ただけの男だろ。連絡もなしに初日から遅刻かましてるし、画面越しでも人柄の良さが伝わってきたんだ。凛とした瞳でハキハキ語る男でね、本当に君そっくりのいい男なんだ。ど、おお、なんか照れるな。しかし春日君の言う通り、無断遅刻は事実だ。このままでは店のオープンができない。何せ予約がパンパンだからね。他のバイトにヘルプに来てもらうとかできねえのか。私一人でやってるお店なんだ。今までは席を絞って細々と営業してたからやっていけてたのさ。幸先悪いな。パラキーコを雇って今日からバリバリお客さん入れて営業するつもりだったってことだろう。イエス、その通りさ。パラキーコ君、事故にでも巻き込まれたのかな。もうすぐ来るかな。信じたくなるあんたの気持ちもわかるが、代わりを探すか客に謝る方が現実的なんじゃねえか。代わりなんてすぐ見つからないよ。気に入った人にしか店は任せられないからね。ウェイターは顔つきが命だと私は思ってるんだ。キリリとした眉、深みのある表情、野心的な瞳、それこそ頼れるウェイターの勲章なんだ。ん？待てよ、逸材がここにいるじゃないか。パラキーコ君そっくりな頼れるウェイターの顔。君なら制服もバッチリ似合うよ。お願いだ、今日一日だけでいい。うちのお店で働いてくれないか。春日君と働きたいんだ。悪いが、料理はからっきしなんだよ。ちゃんと教えるから大丈夫。注文を取って料理を客席に運ぶだけだよ。春日君とここで会ったのも運命だと思うんだ。日払いだし、まかないも出すよ。どうかな。春日君、ありがとう、ありがとう。春日君はウェイター未経験なんだよね。ああ、何をやりゃいいかさっぱりだ。それじゃあ開店までの間レクチャーするさ。ささ、こっちこっち。
はあ、お、お、ああ、ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。
すまねえ。はい。ありがとうございます。ああ。春日君のおかげでライターさんと知り合えたし、今日はハッピーデーだよ。ここに来てくれたらまかない弁当をご馳走するから、また遊びに来てよ。おう、また来るぜ。さて、ウェイター探しをちゃんとしないとな。春日君ほどの人材が見つかるといいけど。経験もねえし、料理のことも知らねえ俺よりはいいやつがきっと見つかると思うぞ。ノーノー、私が大事に思っているのは人相なんだ。春日君のその眼差しと表情。バイトをバックレたパラキー国の履歴書を見た時、その顔にピンときてさ。指名手配犯みてえだな。うり二つの春日君が現れた時、奇跡だと思った。こいつなら絶対お客さんから信頼されるって。顔を見ればわかるんだ。オビさん、そこまで俺を信用してくれてたんだな。すみません、アルバイト遅れました。今日からお世話になるパラキーコカズです。はあ、全然似てねえじゃねえか。
何でもできそホットドッグはマジでうまいよな。ああ、わかる。ポップコーンもだけど、映画館って場所が大事だよな。そう、あの雰囲気の中で食うのがいいんだよ。最近はホットドッグを食うために見たい映画探してるからな。それ、目的と手段が入れ替わってねえか。よっしゃ！
ん？春日、キリュウさん I'll sue you。 後悔するなよ。任せといて。終わらせる。いいぜ。どうした？来ねえのか？せやお。手加減はなしだ。いつでもどうぞ。ああ、ほら、どうしてね。ほんぶちかま。トライ。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。お待たせしました。頼むぜ。相手してあげる。ビビってんのか。ありがとう。ありがとよ。せやさっさと来い。行くぞ。全力で行くよ。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる。喜んで。行くぜ行くぜ。あれやるぞ。オッケー。ほっとしてっと。怪我するぜ。ガンガン行くぜ。合わせるぞ。ほら来いよ。狙うか。いつでもどうぞ。ありがとう。調子出てきたぜ。まとめて逮捕してやる。終わらせる。さてと。黙らせて。任せといて。はあ、せっはっぶちかま。あ、どうした。うわっ、せい。うわっ、また呼んでくれよな。またしてこら。調子がいいぜ。まあ、おとなしくしな。いつでもいいぜ。行くぜ。ほら、隅々まで。回答。手加減はなしだ。寝てるわ。全力で行くよ。さっさと来い。ビビってんのか。覚悟。おや。
行くぞ。ガンガン行くぜ。任せといて。腰抜き野郎が。合わせるぜ。コツつかめたんじゃねえか。よし、上昇上昇。まだ強くなれる。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨。また強くなっちまった。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。くっそって、もう少しで収束だったんだぞお前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよバカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる。あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか。玉かすったと思うんすけど、剥げてません。うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います。こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよチリチリ。一体ありがとうよ。
左。ほらよ、それ。おりゃ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 。どんなもんだい。調子に乗りすぎたな。飛ばせ。ほらら。よりどりみどりでしょう。レッツアロハッピー。海だー。やっほー。あいつサーフィンできんのかな。いやどうだろう。あ、来た。イーホサーフィン、イルカ、海遊び、なんか使えそうな気が。はあ、
にすっかな。いいんじゃねえか。今の気分は何を選べばいいんだ。どうだ、物は試しだ。まあ見てな。似合ってるか。服にはこだわる方なんだ。どれを試そうかな。ああ可愛い、目移りしちゃうね。見てな。目移りしちゃうね。ぴったりだ。全部着てみたいな。いい感じだよ。目移りしちゃうね。バタで火とか吐いてんじゃねえか。迫力すげえや。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。ここから有名になるパフォーマーも結構いるんだぜ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば偉人町でギター弾いてた二人組がメジャーデビューしてたな。それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。夢のある話だな。俺らも路上ライブやってみっか。スカウトされちゃうかもしんないぜ。そしてメジャーデビューってか。それも楽しそうだな。よっしゃ、俺たちの美声を世に轟かせてやろうぜ。まずは楽譜の勉強から始めないとな。そこは真面目なんだな、お前。I'm gonna crack you. 簡単できる。私の出番ね。掴めたんじゃねえか。出発するか。私の出番ね。
俺の番か。
何？来ない。悪く思うなよ。俺の番だな。私の出番ね。ビビってんのか。相手してやる。ちょっと休憩。行くぜ。いつでもどうぞ。コツつかめたんじゃねえか。調子いいね。
るぞ。集まれ。取るぞ。変顔。悲しんで悲しんで。はいポーズ、はいポーズ。笑って変顔。よっしゃ、行くか。